最高の選手が活躍できなければ、勝つのは難しい大谷翔平のドジャース、はずべき大敗に、全体の責任だが、特に目立った5選手は、米メディア名指し。ドジャースは序盤からパドレスに得点を許した。1回に2番フェルナンド、タティース JR にソロ本塁打を浴びると、2回には8番デビット、テラルタに2ラン。 6回には5番ジャクソン、メリルに敵地打を許し、8回と9回にもそれぞれ3点を奪われて10失点と、投手陣が踏ん張りきれなかった。打線も10安打を放って7対5で勝利した前日から1点、わずか5安打に得点に抑え込まれた。1番、DH で出場した大谷翔平は4打数無安打、2三振。 チームも7回まで投げたパドレスの先発ダルビッシュ有から1点しか奪えなかった。本拠地での停滞敗戦に米メディア、ファンサイリドは、ドジャースがパドレスに恥ずべき敗戦。チーム全体の責任であるのは明らかだが、特に次の5人は目立ったとして、敗因に5選手の名前を挙げた。1人目が1対4の状況で8回表に4番手として登板したライアン。 ブレイジャーだ。ドジャース打線の火力を考えれば、試合はまだ終わっていない状況だった。しかし西からマニー、マチャドにアンダを許し、メリルに二段を打たれた。これで事実上、決着がついてしまった、と、中継ぎの被弾が分岐点だったと指摘した。二人目は、最大のチャンスを生かせなかった、トミー、エドマン。1対3で迎えた二回裏、1し1。 二塁で打席に立ったエドマンが一なお閉殺に倒れてしまい、後期を行かせなかった。三人目に挙げたのはムーキー、ベッツだった。球界最高選手の一人とみなされているが、近年のポストシーズンでの成績晴らしからぬものだ。2022年10月14日の敵地でのパドレス戦で、安打を放って以来、22打数無安打。単純な事実として、 ドジャースにはムーキーの力が必要なのだと、主力の不振を敗因に挙げた。4人目は大谷だった。ついにスーパースターがプレイオフに登場した。ポストシーズンのデビュー戦で期待を裏切らない三男本塁打。しかし2戦目では活躍できなかった。な、リーグの MVP 有力候補は4打数無安打に三振で。 ダルビッシュユーとの対戦は厳しいものになった。ドジャースにとってチーム最高の選手が活躍できなければ、試合に勝つことは難しいと、大黒柱の大谷に当たりが出なかった点を指摘した。5人目はドジャースの先発ジャック、フラハティ。タイラ、グラスノーやクレイトン、カーショーがプレイオフに登板できない状況になり、フラハティの必要性が一気に高まった。 しかしチームの期待に依頼いたとは言い難い内容だった。10月にドジャースが勝つためには、先発の駒不足を考えると、事実上のエースのフラハティがこれ以上の投球をしなければいけないと、5回3分の1、90球、被安打後、被本塁打に、4失点の先発投手に今しめを込めた。